器楽専攻ピアノ指導者コースを担当しています国谷です。このピアノ指導者コースでは、将来音楽指導者、ピアノ指導者になるための様々なことを学びます。私たちがぜひ学んでいただきたいと思っている方々は、3通りの方々です。まずは高校生、10代、20代の若い皆さんです。皆さんはピアノを自分の演奏力向上というのを中心に今までレッスンを受けていらっしゃると思いますが、卒業後音楽を教えるという立場になる方も多いと思います。あるいはそれを目指されている方も多いと思います。そういった方々、ぜひピアノ指導者コースを考えてみてください。一昔前のピアノのレッスンは大変厳しい内容のものが多かったようですが、世界中でレッスンの内容、教材というのは変わってきています。最近は楽しく、そして確実に力をつけることができる教材、そして指導法というのが進化をしています。たくさんの教材が出ています。この指導者コースでは、そういったたくさんの教材を知り、そしてその活用法を学びます。そしてそれを生徒にどのように伝えたらいいのかという指導法も学びます。ピアノ指導者コースの大きな特徴としては、実践的な教育が受けられるということもあります。その代表的な例がレッスン実習です。レッスン実習では、幼児から小学生ぐらいのモデル生徒さんにご協力をいただいて、皆さんに実際にレッスンをしていただきます。レッスンの前には使用する教材の分析をします。そして基本的に2回のレッスンを体験していただきます。学生さんたちは1回目のレッスン実習より2回目の方がはるかに素晴らしいレッスンをしてくれて、私も皆さんの成長をいつも実感することができます。こういったカリキュラムを通して、確実にピアノ指導者のスキルを上げていただく、そのようなコースです。2番目の方々は社会人の方々、特に昔ピアノをやっていたけども今はやめてしまった、でもできればピアノのレッスンもしてみたい、指導者になってみたいという、そのような方々です。特に昔とても厳しいレッスンでピアノを断念してしまったという方々、今世界の指導法は大変に進化をしています。新しい教材、そして指導法を学ばれることで、皆さん自身の演奏力も確実にアップします。そうした方々の中には、すでにピアノ指導者としてご活躍の方もいらっしゃいます。ぜひ諦めずに本学ピアノ指導者コースの進学、これをご検討ください。3番目は現役のピアノ指導者の方々です。最近は、セミナーや本などで指導法を学ぶ機会もありますが、音楽大学で学ぶというのはそれとは比べられないメリットがたくさんあると思います。音楽大学ならではの図書館、そして音楽を幅広く学べるさまざまな講義があります。そしてピアノ指導法の講義の中でも、より詳しく作品研究をするなど、皆さんの指導者としてのスキルアップにつながる内容を準備をしています。実際にピアノ指導者の方も数多く学んでいらっしゃいます。ピアノ指導者コースの専門科目以外にも、例えばレッスンマネジメントという講義では、音楽教室運営の手法を学ぶことができます。またリトミックという授業では、幼児教育、音感教育、これを学ぶことができます。そしてリトミックインストラクターの資格も
得ることができます。こうしたスキルや資格というのは音楽指導者にとってもより指導の幅を広げることにつながります。このように本学では様々な角度から皆さん自身の音楽力と指導力を上げるための講義カリキュラムを用意しています。ぜひ進学をご検討ください。そして一緒に学びましょう。お待ちしています。